もう一個聞きたかったのがあってね、よくこれ泉谷選手のね話をいろんなところで話をこう出させていただくんだけども、はい、2年生の時かな、あのフェンスに寄りかかってね、あなた方が、まあ、花道教育実習生もそうなんだけども、はい、選手ね、はい、うん、渡辺君もそうなんだけども、よくこういうタイプザルしてさ、スマホをいじってたのを見てね、フェンス、はい、もうこいつら何やってんだろうね、練習中にゲームかなと思って、はい、さーって言って後ろから行ってこう覗いたんだよ、はい、ね、そしたら自分のフォーム見てたの、あ、はい、うん、あ、フォーム見てたんだと思って田中先生にその話をしたら、いや先生あいつらね1年の時からのフォーム全部入ってますよと、でお互いに取り合ってたじゃん、はい、そうそうね、あ、そうなんだと思って、はい、まあ、その時はそのまま、うん、そうなんだと思ったんだけども、はい、その1年後かな、あなた方がインターハイ1、2取った時に、はい、なんか指導者というか教育者指導者として一瞬たりともこいつらねゲームなんかやってって疑った自分がちょっと恥ずかしかったね、あ、うん、だから今こういうスマートフォンとかね、まあ、今これを使って SNS でいろんな問題が起きたり、はい、勉強しないとかゲームにのめり込んじゃうとかっていう懸念はあるけども、はい、こういったようなものをその文明のこういういいものをねいかに使うかがやっぱり問題であってね、そうですね、うん、これがダメダメっていうものではないなということを教えられたよ。うん、いやいやいや、こちらこそありがとうございます。そうそう、はい、だからこの話すごくいい話だから、そこら中でさせてもらってるの。あ、そうですか。うん、皆さん聞いてくれる。ああ、そうなんだと、うん。だからこの間野球部の生徒にもそんな話ちょっとしたしね。はい、うん、今日は野球部の生徒がいたから、まあ、2回目だからそれやめといたんだけど、はい、うん、あなたの口からいろいろ実践で話聞いたらいいかなと思ったから。はい、うん、でもね、やはりなんて言うんだろう、特別じゃないんだけども、はい、うん、自分でも特別と思ってないだろうけども、はい、特別じゃないんだけども間違いなく着実にオリンピックに階段は上ってたね、はい、そうですね、うん、まあ、そうですねっていうか本当登らせていただいたっていう感じですね、はい、まあ、自分もそうだし、はい、そういうふうに頑張ってたし周りの協力もあってと、はい、うん、それはやはりなんて言うんだろう、うん、子供たちに本当に聞いてもらいたいことなんだけど、普段の何でもない生活が大きくものを左右するなと思う、うん、ちょっとしたことはっていうのはこのぐらいいいかなと思うことって、朝起きてね、いつも例えば6時半に起きて学校行くのに、はい、あれが鳴ったからアラーム鳴って、はい、あ、いつもこれだけでもあと5分とかさ、はい、これやってる人はそのうち遅刻するのよ。あ、確かにそうです、けどもね、はい、6時半って決めたらもう1分たりともこれを常に守ってる人と1分守らない人に先々こう分かれちゃうような気がする。あ、うん、でこれがね、大きく外れてから大きく外れてから軌道修正することよりもね、毎日ちょっとずつ気をつけてることの方が大変じゃないと思うんだよね。確かに何かそういうものでこれだけはやってるんですよっていうのを教えて。これだけはやってるものですか、うん、まあ、試合前のルーティン的なものになるんですけども、うん、出てスパイクを拭くようにしてますよ、磨いたり拭くようにしてますね、そういうの、うん、それは絶対にやろうかなって毎回思う、うん、そうそうそう、ね、スパイクがなきゃさ、はい、裸足で走れないもんな。そうですね、しっかりと綺麗にして、うん、ね、少しでも長く使えるように。いくらぐらいのスパイク入ってるの？あ、自分いただいてるものなので。あったやめていく、定価多分 2,3 万は普通にしますよ、はい、ね、そんな高いからいいっていうわけじゃないんだけども、はい、でもそのそういうものは自分でじゃあ3万円出すから同じもの作るって作れないでしょ。はい、作れないですね。でしょ、はい、このそれには3万以上のさ研究費とか、はい、機械とか職人さんの、ね、デザインとか、はい、もういろんなものが月収してさ、はい、定価っていうのは出てるんだろうけども、そうですね、うん、だからお金じゃない、そこにはそのいろんな人の力が左右してるっていうのを分かってるんだね。
しっかりと、うん、いやそうだと思う。だから値段でもないけども、はい、でもそれが高いか安いか別として、そこにそのたまたまお金という数字を、まあ、一般的に買うときにはつけてるんだけど、はい、うん、その数字には表せないいろんな人の力を借りてるっていうのはやはり我々感じて生きていなきゃいけないのかなと。そうですよね、はい、うん、今回はだから、うん、まあ、緊張というのかな、うん、準決勝の時のあの雰囲気には何かまだ何かが足りなかった部分ってきっとあるんだろうね。そうですね、まだ未熟でしたね、うん、何かがね、はい、何かが、うん、あるいはそれ以上に積んでる人はやっぱり世の中にいっぱいいるわけ。はい、そうですね、うん、だからああいう場で4年に一度の、まあ、今回5年後だったけど、はい、ああいう場でみんなが競い合うっていうのは意味があるんじゃないかなと、はい、まあ、ましてやね4年に一度だから、はい、まあ、今度は3年だからそうですいけるね、はい、しっかりとこの調子で頑張ってくれたらいいと思います、ね、うん、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。